災が発生しているので皆さん避難してください。災害時に自らが判断し住民に指示を出せるリーダーを育成している町があるみたい。横浜市鶴見区の上末吉5丁目町会は760世帯およそ1800人が住む町会。ここでは災害時の被害状況や避難誘導の中心となる役員に行動マニュアルや防災知識がないことが悩みでした。6年ぐらい前に始めた時はですね、町の中がどうなるでしょうってまず理事会で役員の皆様にお聞きしてももうシーンとしちゃって何も考えられない状態だったんですよ。ものすごいたくさんのことが必要なのにできる人はちょっとしかいない、それではダメだよねっていうのを、まあ、ぜひとも住民の皆様にもですね、ご理解いただいて。そこで町会は地震発生時において自らが判断し住民たちへ指示をする防災リーダーを育成することにしました。そのためにリアルな防災訓練を行っています。消火器や水を持って出てきてください。指示出しカードには火災発生時の模範行動が書かれています。役員は書かれている内容を訓練で実行することで災害時の応急対応をできるようにしているのです。もし火柱が立ち上っている火災の場合は初期消火不能と判断します。スピーカーで近隣住民に避難を呼びかけてください。住民を避難させるように連絡してください。被害の状況に応じて避難誘導に切り替えるなど判断のタイミングを学びながら臨機応変な指示を出しているのです。他にも住宅倒壊が起こった場合は近隣住民に呼びかけて車のジャッキやノコギリなどを持ってくるよう指示を出し一緒に救助活動を行います。誰かがああした方がいいですよ、こうした方がいいですよって言ってくれるっていうのはすごくありがたいと思いますね。いろいろな災害を想定した訓練をすることで自らの判断力を鍛え住民に指示を出せるリーダーが地域防災の要になるんだね。災害被害を最小限にする方法を考えてみよう。自ら判断し指示を出せるリーダーがいると応急対応が円滑になるよ。住民同士が共に助け合うためにできることを考えてみよう。災害で起こる被害をリアルに想定し緊急度に応じた行動を考えてみよう。